ブリヂストンさんの動画の件なんですが、はい、もう決めました。ですね、これをおかんにプレゼントするという企画です。だんだん、まだまだ元気だけどちょっとずつ体力も落ちてくるかなと思った時に、身近にこう使える移動手段っていうので、電動アシスト自転車あった方がいいかなっていう。夏前に母親がちょっと怪我をして腕を怪我しちゃったんですけど、その時ちょっと子供の僕としては結構心配だなっていうのと、外出したりするのがちょっと億劫になったりするんじゃないかなっていうので、今後なんかどんどんこう自分の生きてるこう生活圏内がちょっと小さくなっちゃうんじゃないかなっていうのは、僕としては思ってるんで、企画としてプレゼントしてっていうのをちょっとやりたいなと思ってて。わかりました。お待たせ。おはよう。ちょっと行きたいところがあるんで、今日はこれを用意してみました。これです。これはですね、行きますよ。じゃじゃん、自転車。何これ。自転車です、電動アシスト自転車。すごい。お母さん車とか持ってないし、電車とバスでしか移動してないから、この電動アシスト自転車あった方がいろいろ移動するのに楽かなと思って、ちょっと用意してみました。遠いとこまで行けそう、でもしばらく乗ってないんだけど、でもね、全然大丈夫、すごい運転もしやすいから、ちょっと今日親子でサイクリングしながら、雑色のあたりを、思い出の場所をいろいろ巡っていきたいなと思います。楽しいね、楽しみ。ちょっと最初のリアクション薄くない？え？もっとうわーみたいなびっくり。そう、自転車みたいな。さこれ乗って今日はちょっといろいろと巡っていきたいなと思うんで、ここにこうバッテリーがあって、普通の自転車ってさ、こうここにあるじゃん。そうだから、こう足がこう引っかからない。そう、サッと乗れるし、低重心で安定感があるからすごい乗りやすいんだよね。で、ここに電源があって、クとか強を選べるから、電源が入ればこう軽快な自転車にとまたがった感じ。すごい楽。楽、もういいんじゃない。すごい軽い。そう、安定感とかどう？そうね、安定感もあると思う。このスケート屋さんは昔からここ右側の建設。今見たら公園狭く感じるね。昔だから、あの恐竜のタイヤとかさ、すげーでかく感じたけど。なんか怪獣が増えてるよ。本当？タイヤ。おー、大きいね。なんかすごいな。あ、本当？座ろうか。はい。よいしょ。すごいじゃん。電車がすごい近い。今日は宮目6号公園スタートで、サイクリングロゴが走ったりとか、商店街とか昔の思い出の地を巡るっていう感じだったんだけど、僕的に一番思い出に残ってるのがこのタイヤ公園。
ごいね、変わったね、大きくなって、うん、いやでもなんかこんなのあったのなんか昔すぎてちょっと思い出せないな、テレビでもよくね、映ってると懐かしいなってすごく、うん、思う。だから、まあ僕も妹もよくここで遊んでもらったから、ね、ここで遊んでた、すごい懐かしいなっていうのでここにしましたと、うん、なんか思い出のところに連れてきてもらってすごい嬉しい。いいね、うん、というわけで今日はちょっと手紙を書いてきましたので、朗読させていただきます、はい、お母さんへ、今日の親子サイクリングはどうでしたか。お母さんは仕事にプライベートに元気だけれど体には本当に気をつけてほしいなと思っています。もう少し年を取って体力が落ちてきても気軽に移動できるよう電動アシスト自転車があると、今と同じようにアクティブに暮らせると思って今日のサイクリングを考えてみました。まだまだ若いけど若すぎるわけではないからね。これからも元気で明るいお母さんでいてください。 ありがとう、ゆうきありがとう、はい、ありがとうございます。すごく楽しかったです。自転車はもう乗ることないかなと思ったけど、すごい電動自転車すごく軽くて本当に楽しい一日すごい楽しかった気恥ずかしい。今日の親子サイクリングはこれで終わりです。ありがとう、うん、ちょっと行きたいとこがあるから行くわ、うん、じゃあねあれ、まあいいや、じゃあお疲れ様でした。